り歌い発表し合う明日のヒットが動き出すレコ祭録音。こんにちは、夏目ゆりです。今回ご紹介する作詞家の方はこちらの方です。今回の録音をご紹介したいと思います。友達の歌を作詞されました川島健二さんです。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。川島さんはこういった作詞のお仕事っていうのはいつぐらいからされたんですか？そうですね、書き始めたのは多分中学生とかの頃にはもうやってたとは思いますね、やっぱり、はいはい。それでその作詞書いたものを曲にしたりとか。それを始めたのは大学でちょうどサークルとかの活動をしてたので、はい、そこに入って初めてやった形ですね。もう中学とか高校の時は歌詞を書いて、はい、まあ、仲のいい友達にちょっと見てもらったとかっていうぐらいですね、はい。じゃあ、 中学生の頃からバンド活動をされてとかではないですか？ないですね、はい。作詞するときは主にどんな題材を書いていらっしゃるんですか？題材ですか、はい。特にはないんですけど、でもやっぱり、はい、恋愛ものだったり、自分が体験した恋愛だったりとか、はい、あと本を読んだりするのが好きなので、はい、まあ、変なそれの感想文じゃないですけど、はい、そういうので感想文みたいなものを一個の歌詞にしてみたいっていう形で書いたりしますかね。詩を書くときにはどんな時が多いですか？どんな時ですか、はい、まあ、なんか何かしらが自分の中に降ってくるじゃないですけど、はい、入ってきた頭の中に出てきたメロディーとかに乗せてみたりとかっていうのもありますし、はい、やっぱ自分の好きなアーティストの曲を聴いてたりとか、その時流行ってる歌を聴きながら、はい、なんかそれが頭に残っててそこに新しい歌詞を乗っけてみたりとかっていう形で書いたりしますね。なるほど、はい、友達の歌というのはどういういきさつで作られたんですか？まあ、ちょっと仕事をしてた時に、はい、仙台の方でちょっと転勤で仕事してたことがあるんですね、はい、でそれがちょうど今回の震災とかにあたって、で、なんていうんですか、その光景を もうその時点で私はもう辞めてこっち帰ってきたんですけど、はい、その光景をテレビとかで見てて、はい、偶然何かの撮影か何か、ちょうどその波が来た時の映像っていうのを、はい、空撮かなんか撮った時に、うん、自分が働いたところが見えたんですよ。すごいですね。その波が来る状況っていうのを見えたりしてるので、それでもうすぐに友人、その時の仕事の友人だったり、はい、まあ、部下であったりとか、はい、まあ、つながりがあった人たちに連絡を取ったりっていうことをしていく中で、はい、まあ、自分が何もできないことだったりとかっていろんな思いとかも、もちろんそこには昔の恋人がいたりとかっていろんなのがあるんで、はい、そういう人たちを思いながら書いた形ですかね。ああ、そうなんですね、はい。した声はそっと頬を流れるから、君は笑っていたから安心するね。肩を組んで歩いた日々は笑っていたから、君に何かあったら胸が痛い。何もない荒野の街で君は涙するだろう。その時は手をつなごう、笑って欲しいから、君の笑顔が僕にくれる。
る優しさは勇気になるよ。会いたいけども会えないよ。分かってる涙を拭くよ。さよならは言わないよ。波の音は聞こえるから、寂しい時は目をつぶるよ。その時また会えると信じよう。友達の歌の詩を作詞されて、実際にあの曲が乗って自分の元に届いた時はどんな印象でしたか？そうですね、まあ、作品としちゃんとしたその作品として残ったのは初めてだったので、まあ、正直嬉しかったんですけども、それ以上に、なんていうか、その歌詞のなんですかね、やっぱこうメロディー乗せる上での、はい、例えば文字数だったり拍数だったり、はい、息の使い方だったりっていうのを聞いてたら、なんかちょっとすごい違和感のある歌だな、はい、すごい違和感のある歌詞だなと思って、はい、ずっとこう直したいなというふうには思いながら聴いてましたね。はい、せっかくもらったチャンスだと思っているので、はい、これからも多くの曲に出会ったりだとか、はい、今まで自分の帰ってきた詩ってなんか狭いところにあると思ってたので、例えば何かいろんなこういう、まあ、題材じゃないですけど、はい、ものを元にとかっていうものを振ってもらって仕事ができるようにもなりたいですし、はい、あとはやっぱり自分の中でもずっと J-POP だったりとか、そういった自分の生きてきた中での曲しか聴いたことが正直ないので、はい、その中でやるだけじゃなくて、例えば、まあ、極端なことが演歌であったりとか、はい、そういったまた別のジャンルの曲っていう曲に対してもやっぱ歌詞とかを書いてみたいなと思いますね。じゃあご自分の幅を広げていきたいなって。そうですね。空は続くから、会いたい時は手をつなぐよ。そしたらまた明日はやってくる。それでは次回録音をお楽しみに。さよなら。